オラフィスオブバラです。今日皆さんに新しく追加されたチャット機能についての説明をしていこうと思います。こちらのボタンですね。以前からね、元からあった機能と変わった機能があります。初心者を含めてね、わかりやすく説明できたらなと思ってます。まずはこのオールって書かれたボタンなんですけど、このオールに横矢印がつくと、自分の国の言葉に設定している人の言葉だけがチャット上に表示されます。それはどういうことかというと、ここのね、みんな日本語を選択してると思うんだけど、日本語を選択している人だけの言葉がここのチャットに表示されます。例えば日本語を選択してるけど、英語でハローって書いても表示されます。逆に海外の、例えば、英語、イングリッシュを選択してるけど、日本語で、こんにちはって言っても、それは表示されません。そういう機能になってます。続いては、この、吹き出しが3つあるやつがあると思うんだけど、これをね、1つにすると、近くにいる人の、チャットのみ表示されます。遠くにいるとね、これは表示さ、あの、遠くにいる人の言葉はもう表示されないので、遠くに友達がいても、会話できないので、もし、離れ離れになって何かをする、自分はバイトで友達と釣りをする場合、ここの黙々をね、3つにしておきましょう。逆に、近くにいる人だけで話したいのにチャットが流れちゃう、見づらいっていう人はね、ここを押して1つにしましょう。新しく設定された機能は、じゃじゃん。黙々3つに横矢印がつく機能になってます。こちらは、今ね、見てください。チャットが一切動いてない。プラス、もう、みんなの上にチャットが表示されていないのがお分かりでしょうか？これはね、新しい機能でみんなのチャットが一切表示されないってやつです。ではね、お友達にお願いしましょう。はい、お友達に青3回喋るようにお願いしました。この機能を使うと、一切出てこなくなるのと、これを解除した後、3回お願いして3回喋ってもらったんだけど、オフにしてやる間のチャットは表示されません。なのでね、後から見返そうと思ってもできないので、まあなんか撮影の時とか以外はこのチャットをオフにするのはやめとくか、もう友達なんて絶対いらないし、喋りかけないでくれって思う時は 誰にも喋ってほしくない時はこのオフでいいと思います。説明できたかな？ では皆さんご視聴ありがとうございました。正しくね、チャット機能を使って自分の快適な海屋島ライフを楽しんでもらえればなと思ってます。では、チャオビーチ。バイバイ。みんな来てくれてありがとう。